ん、こんにちは。今日はより安定してどっしりと立つためのエクササイズをご紹介したいと思います。では手元に割り箸を用意してください。今日は割り箸を使って練習していきたいと思います。ではやっていきましょう。まずは割り箸を持ちます。で、この割り箸をこう両手に持って上げていくんですけれども、この時にこの割り箸はすごく重いものだとイメージしてみてください。重いものです。徐々にゆっくり上げていきます。重いと多分上げるのを早く上げることはできません。ゆっくり上げていきます。ここら辺まで来るとかなり重いですね。はい、今度下ろしていきます。下ろしていく時も重いものを持っているイメージをしてみてください。手が少し重くなる感じがあると思います。これが例えばスタンダードを踊る時のホールド。する時の手の使い方、手や腕、肩の使い方になってきます。重いものを持ち上げるイメージをしていくと、この手の動きに合わせてボディも一緒に動いてきてくれるはずです。ぜひやってみてください。続きましては足のエクササイズです。足も重くするイメージで片足ずつ上げていきます。やってみます。片足を上げていきます。下ろしていきます。反対も同じように。このエクササイズを何回か繰り返していきます。これを今2セットやったんですけれども、2セットやっただけでだいぶ足元がちょっとこう重くなる感じがあります。はい、そうするとこう動いた時に安定感がだいぶ変わってくるはずです。これ練習する前、男性も女性も組む前ですね、相手と組む前にこのエクササイズをやってから組むと
また安定感が変わってくるはずです。ぜひやってみてください。では